皆さんこんにちは。フィリピンダバオ情報チャンネルの町田です。この動画ではフィリピンのアビガン情報、そして新型コロナウイルスに関するワクチン開発についての情報についてお伝えします。フィリピン保健省は新型コロナウイルスに苦しむ患者を対象としたアビガンの臨床試験に1800万ペソを割り当てたことを発表しました。これは日本円にすると単純計算で約3600万円ぐらいですね。保健省によると、その1800万ペソは臨床モニタリングを含む試験に関連する諸費用と、万が一アビガンの使用によって有害事象が発生した場合の患者への補償に使用されるとのことです。ドゥテルテ大統領は5月18日月曜日にアビガンの臨床試験について発表しました。少なくとも3つの場所が試験のために選ばれ、80人から100人の患者が臨床試験に参加するとのことです。その試験の具体的な場所については言及されませんでした。フィリピンではアビガンについて次のように新聞で報道されています。アビガンはファビピラビルという薬物のブランド名です。富士フイルム富山化学が開発し、2014年に抗インフルエンザウイルス薬として日本での製造販売が承認されています。中国での軽度の新型コロナウイルスの治療や西アフリカで流行したエボラ出血熱で効果があったと報告されています。また研究では先天性欠損症を引き起こす可能性があると示されているため、フィリピン保健省は妊婦へのアビガンの使用は行わないようにと警告しています。とこのように説明しています。フィリピン保健省は以前、日本政府がフィリピンにアビガンを無償提供してくれることとなり、少なくとも100人の新型コロナウイルス感染者の試験が行われることを発表していました。また、アビガンとは別の動きで、ドゥテルテ大統領は24のフィリピンの病院が、新型コロナウイルスの治療法のため、WHO 世界保健機関によって開始された90カ国が参加をし、効果的な治療法の発見を支援する国際的な臨床試験、連帯トライアルに参加することを発表しています。ドゥテルテ大統領はすでにこの連帯トライアルには87人が臨床試験に参加することとなっており、12の病院が参加者を積極的に募集していると述べています。さらに、科学技術省が海外のいくつかのワクチン研究グループ及び組織が行っている臨床試験への関与の可能性について協議を行っているとしています。臨床試験への関与の可能性がある研究グループとして、中国科学アカデミー、中国のシノファーム、中国中央研究所、中国国立健康研究所、そして中国のある大学、そして台湾のワクチン製造会社が挙げられています。先月、ドゥテルテ大統領は ASEAN プラス3カ国のテレビ会議の場で各国に対し新型コロナウイルスワクチンの開発と抗ウイルス治療の研究開発における科学的協力を強化するよう求めています。その場でドゥテルテ大統領はフィリピンはアビガンなど新型コロナウイルスに対する潜在的なワクチンと医薬品の臨床試験に参加する用意ができていると述べていました。ドゥテルテ大統領は4月24日に新型コロナウイルスに対するワクチンを開発することができたフィリピンの科学者に対して5000万ペソ、これは単純計算で約1億円の報奨金を与えると語っています。実はこの金額はドゥテルテ大統領が初めにワクチン開発の報奨金について発言した際の1000万ペソ、日本円で約2000万円という金額をなんと5倍も上げているんですね。最初の報奨金について以前私の動画でもお伝えしましたが、世界を悩ませている新型コロナウイルスのワクチン開発に対して2000万円っていうのはどうなんだろうと思っていたんですけども、やはり少ないと思ったのか、ドゥテルテ大統領も5倍にして約1億円の報奨金を与えるということにしています。まあ1億円ぐらい出れば開発した科学者も報われるでしょうね。ドゥテルテ大統領はまた、科学者は必要に応じて保健大臣を通じて政府に追加の研究資金を要求しても良いということも発言しています。具体的には次のように述べています。私にとって重要なのは、科学者たちが行っている献身的な仕事です。追加の資金が必要であれば、保健大臣に話してもらえばそれでいいです。国には現金が不足しているため、あまり多すぎなければ嬉しいが、すぐに追加資金を渡しますと。
そう言ってるんですね。そしてドゥテルテ大統領はすでにですね、1000万ペソ、日本円にして約2000万円の補助金をフィリピンジェネラルホスピタルにワクチンを開発するための助成金として提供しています。ドゥテルテ大統領は政府のコロナ対策の緩和はワクチン次第となるであろうと発言しています。というわけで今日はフィリピンのアビガン情報とワクチン開発に関する動きについてご紹介しました。この動画ではフィリピン、そして私が住んでいるダバオの情報について最新情報をお届けしています。もしこの動画がいいなと思われた方は、高評価ボタン、またはコメントいただけると嬉しいです。チャンネル登録もまたの方はぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。